皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は1月の18日です。はい、長ネギのハウスからまたね、育苗ハウスからお伝えしてるんですけども、まあね、もうここのところずっとねこればっかりって形で、はい、やっております。でだいぶね皆様方にお伝えしてきてるんですけども、揃ってきましたね。はい、緑緑してきてね、いい感じです。やっぱりこう日が当たってこう気温がねいいと、やっぱり伸びいいよね。本当にねこう気持ちよくこうね今ね出て、ちゃんとね発芽、それから育苗できてるなっていうのがねちゃんと見えてていいかなって感じですね。今回の動画に関しましてなんですけども、私はチェーンポットの CP303 っていうのをね今年メインで使っております。まあ今年は CP しか使わないんですけれども、はい、あの LP ってやつもねあるんですけども、あの CP303 の5センチ間隔なんですよ。5センチ間隔で、これに、まあ、スタンダードなのが二流ですよね。二流、今までの通り、だいたいこうあの箸板とか買ってこれからやるぞっていう風になったらだいたい二流なんですけども、私は 2.5 流巻きっていうのをやってます。 2.5 流巻き、それから今年は3流巻きっていうのをね CP303 でやっております。まあ果たしてどうなるかっていうところはね、皆様方にもずっとお見せしていくんだけども、まあ 2.5 流は全然問題ない、去年やってるから、で CP303 の三流巻きっていうのをやるのよ。あの全部三流で入ってていくってやつね。これがどうなるかっていうのが非常にこう楽しみで、これでね、まあ 2L メインでいけれるのかな、どうなのかなって気はしている。まあ彩色密度すごいやっぱりたくさんなってくるから、太りづらいは太りづらいで、上に伸びやすいよね、競争するからさ。なのでやっぱり細物っていうか L が下になってくるのかなっていう気はしているんだけれども、それで 2L を作れるような形でやっていければ、あのこれまたね、あのこの地域のその栽培のなんか、まあ、あの一つのね、あのサンプルになるのかなっていう気はしているからやっているんだけどもね、誰も CP303 の三流なんてやってないからね、この辺でね、俺だけだと思う。でどうしてもやっぱりね、ほら、あの上に伸びやすくなってきて太りづらくなってくるっていうのはもうあの分かるかなというふうに思うんだけども、だから季節、そのやる時の季節をこう変えていきたいなっていうのがあって、でその季節っていうのが、まあやっぱり暑い時っていうのはネギダメなのさね、やっぱり皆様方も分かると思うんだけども、ダメなんだけどもさ、それを過ぎて9月後半取りくらいで三流が取れれるような風にやっていければ、俺太さ出てきて取れるんじゃないかなって気はしてるんだけども、これはまたやってみないと分かんない。で、今回いろいろ実験してるのは、ハウス栽培の6月後半取りぐらいで、この三流だよね。一回ちょっとやってみるから、それで取れたらまたね皆様方にお伝えするし、やっちゃこの時期やっぱちょっと厳しいなっていうのがあったらそれもお伝えしていきます。でメインはね、やっぱ路地の、そこのあなた高評価コメントもよろしくね。2回に分けてやろうかなと思ってんだけどもさ、まあ品種もちょっと違うから1月以降全部そうだよって言えないとは思うんだけども、8月だね、8月の1日から始める予定、8月の1日から始めて、その時の最初のスタートの頃の方で三流を北の匠、まあホワイトスターってやつなんだけども、それと夏鬼パワーでやっていく、で、後半戦の降雨でも三流やっていくから、これが9月の後半とかそれくらい取れるくらいのやつで三流やってってみようかなって気はしている。今のところはね、予定ではね、まだ発種してないからなんだけども、一応そんな形で季節を分けて品種も分けて、やっていってどうなるかっていうのをちょっと見ながらねやっていきたいなというふうに思っております。で、今回の動画では去年やった LP の4流ってやつあるんだわな。LP の4流ってやつ。去年も動画にしてるんだけども、今年はやりませんよっていうふうにね、私言ってます。言ってますし、まあやってないから、あれなんだけども、LP の4流のいいとこ悪いとこをお伝えしていくのと同時に、まあこういう人はやったらいいんじゃないかっていうふうなのもあるから、それをお伝えしていきます。LP 4流をやるときの注意点っていうかね、そのあたりで、皆様方の方にお伝えしていきます。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やってみましょう。LP の4流巻きなんですけども、まあね、単純にコストは下がるんですよ。コスト下がるっていうか半分までにはならない。 CP の303は264穴で預けてきてるでしょ、5センチで、で LP の4流もあのチェーンポット一つで264穴なんだけども、ピッチがさ10センチなわけよ。で10センチで行くのと5センチで行くのだから、まあ、単純に半分で済むのよね、苗箱が、苗箱と育苗スペースが半分で済むのと、まあいろいろそれに関わるその資材でもあるし、それからそうだな、水の管理とか、それ
それから、あとは液肥とかもそうかな、あのいろいろこうあのまあトンネルするんであればビニール材とかもさ、やっぱり半分になってくるわけじゃない。そういった面ではコストの方は下がる、し管理もすごくね、あのコンパクトにできるからやりやすいと思う。だからね、面積をたくさんやる人は向いてるんじゃないかなって気はするんだよね。なので私みたいなさ、あの弱小あの強小農家っていうの、あの1丁とかさ1丁3担とかさ、それくらいしかやんないような農家であれば、まああんまやる意味もないのかなって気はしないでもないんだけどもさ、本当にね、何十丁とか何丁とかさ、5丁6丁7丁8丁10丁とかさ、あのそういったあのすごい面積、やられるんであれば、やっぱり考えてもいいのかなって気はしてるよ。スペース済むし、その分の手間も減るからさ、このあたりすごくメリットだと俺は思う、やってて思ったもんね、でプラスしっかりと管理ができて、補助でもしっかりと管理ができる、太る管理ができる、そういった人であればまずね 95% 2L で全部できるから、全部太い、これは俺も作ってて思ったんだけども、全部太いね、考えてみればそうなんだよね。二流で全部やったら俺も全部 2L で出せる自信あるもんね、それくらいの、太さでできるって形ですし、管理さえしっかりとできれば、やっぱり四流なんでさ、そのチェーンポットあったらこの中でピュッピュッてこうできてくるわけでしょ、この狭い中に、なので非常にこう競争はしやすいんだけども、それぞれのスペースがあるから太くはなる、で気をつけなきゃならないのがもう一つあってて、チェーンポットとチェーンポットの間でこうやって大きくなってくるんだけども、こうなってくるのさ、なんつうのかな、根っこからこういう風になってくるんで、若干 L 字のものが出てくる、この成長点付近のこの根っこ生えてる部分とこうなって出てくる部分が、なのでクッてこう最後曲がってるようなものもできる可能性はあるっていうのだけちょっと覚えてほしい。俺も何歩かできたけど、まあそんな気になるようなレベルじゃないから問題ないんだけども、あまりにこう土寄せを強くやりすぎたりとかして、その根の方にこう圧力かかったりとか負担かかるようなやり方すると L 字になるっていうのだけちょっと覚えててほしい。このあたりは土の寄せ方であったりだとか、土の動かし方かけ方によってくるから、そこら辺ちょっと気をつけた方がいいかなっていう気はするな。こうなってくる、そこだけちょっと注意していただければ非常にこういいネギできてくるから、 LP の四流はおすすめはできます、できます。ただ作業面としてこれもねちょっと注意しなきゃいけないんだけども、引っ張りくんあるでしょ、引っ張りくんでこう作業するときに突っかかりやすいです。これはもう間違いなく突っかかるから、これはね作業効率が著しく落ちる。俺がやってて分かったのはそこ、まず1番目はそこね、このさ細い中通ってくるわけでしょ、で苗が中でこう4つ入ってきてパンパンになるのよ、パンパンになってこう引っ張るでしょ、引っかかるのよね、これ結構引っかかる、俺がやってて思ったのはよ、ちょっともうちょっと改造すればいいのかもしれないね、あれね、太くなるような、一応そういうアタッチメントもあんのかな、 LP 用のほら引っ張れるやつがさあるんだと思うんだけども、ちょっと俺なかったからそうなってんだけども、普通の CP 用の引っ張りくんのあれでやるとちょっとね作業効率落ちるよ、そこだけ気をつけてほしいと思います。作業性としてはそこだけ気をつけると、なんつうの、苗運ぶ手間であったりだとか、苗を置く手間であったりだとか、その作業効率もいいわけさ、その引っかかるのを抜きにすればね、苗箱がすごく減るから、あれはあれですごくいいもんだなって俺は思うよ、行き来する手間がないっていうか、省力化できる、あれは間違いなくね、そういった意味で言うんであれば、まあどっちつかずってとこはあるんだけども、作業効率も良くなると俺は思います。でもう一つ、これはね結構ね大事なところでございまして、収穫の時なんですけれども、根と根が絡まってるから大変ですってことね。で私の作業体系で言うと、皮むきするのも、それから根を切るのも、その一本一本やっていくのさ、なんつったら、それは一本一本やるんだろうけども、松本のベストロボであったりだとか、切り子みたいなやつあるでしょ、根葉切り機ってあってさ、あれはさ、一本一本乗っけてこうやれるわけじゃない、なので収穫するとき別にさ、そのままドーンドーンって言ってさ、ほぐす必要がないわけよ、でその機械に置くときにほぐせばいいわけじゃない、だから抜くときは
そんなに大変じゃないとは思うんだけども、抜くときに俺みたいな、その、なんつうんだろうな、機械で上がってきます、ほぐしながら収穫しますってなると、ちょっと大変。手首壊れるね。うん。で、まあ、俺はね、まあ、ちょこっとしかやってないから、そんな別に負担はかかってない。うん。俺はね、うん。ただ、親父が掘ってるわけよ。うん。ずっとそのソフィー乗っててさ、ずっとソフィー乗ってて、収穫してて、ほぐしながらやるんだけども、手首壊れるからやめてくれって言われてさ、うん。やめたんだけどもね。はい。まあ、確かに、この、チェーンポットの中でさ、四流コーナーからガチャガチャガチャってなるでしょ。三流だと別にそんなに気にならないのね。あれも不思議なもんでさ、二流とかさ。うん。四流になると、やっぱりね、一気にこう固まるよね、うん、なので機械で掘るので、そこでほぐさないでこうドーンっつってこう巻き巻きとかでさ、そのまま積んでいくとか言うんだったら全然問題ないと思うんだけども、機械も普通に登ってくるから、普通に登ってくるし、そうやってできるんであれば作業効率もいいとは思うんだけどもさ、まあでもあれか、切り子に積む時もさ、ほぐしながらやる結局やんなきゃいけないから大変じゃ大変なのかもしれないね、うん、そのあたりはさ同じか結局、うん、やる人が違うだけで、うん、なのでまあそのあたりのそうだね、メリットデメリットだけ考えていただいてやっていただく方がいいかなって気はしてる。まあ無難なのはやっぱり CP の 2.5 流は無難、うん、普通に8割型 2L で出せるから、うん、まあ、L と 2L で、総収穫量の、うん、8割いけば俺は合格だと思ってるから、それは全然問題なくいける、うん、まあ、管理の仕方にもよるよ、これはね、よるんだけども、基本的に普通にちゃんとね、できているんであれば普通の太さね、 L と 2L の割合で、まあ6割から8割くらいはしっかりとそれで出せれる、うん、S と M なんてほぼないからさ、そうやってやっていければね、うん、まあ、2.5 流が無難かなって気はしてるんだけども、 LP は本当にたくさん面積やる人はね、もう絶対いいと思うよ、うん、なのでそこだけね、ちょっとね、意識していただいて、私からのアドバイス、やってから分かるんだけども、やって分かったって形だね、そこだけちょっとね、皆様方にお伝えしたいなという感じでございます。はい、何かの参考になれば幸いですね。皆様方のね、コメントといただけたら、また嬉しく思います。また本当にね、他の人の参考になるかなというふうにも思いますんで、ぜひね、コメントとお寄せいただけたというふうに思っております。LP の四流おすすめできる人できない人みたいな形で、まあ基本的にはね、すごくね、いい栽培方法、太くなるしね、いいもんできてくるんだけども、うん、その作業性だけかなっていう気はしてるね。そこだけクリアできるんであれば本当にいいものができる、うん、まあ無駄なのは CP のね、2.5 流なんだけども、まあ非常にこう、いいものどっちもできるんだけどもさ、その向き不向きってあるし、その人 のやり方ね、その作業体系にもいろいろ変わってくるかなというふうに思いますんで、はい、そのあたりでね、まあ、何かの参考になれれば幸いです。はい、私、インスタグラムとツイッター X やっておりますんで、よろしければそちらの方のフォローもぜひお願いいたします。それからまた皆様方本当にね、いつもご視聴、コメント、高評価、低評価ありがとうございます。本当にね、励みになっております。またこの動画が良かった、楽しかった、また見たいよっていうふうにね、思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様方のご視聴ありがとうございます。バイバイ、したっけね。ご視聴ありがとうございました。